ペイエクムスのデブ増えてきてと思います。今日はですね、僕がシーズン4で作ったローグのハートシーカービルドをみんなとですね共有していきたいと思います。やっぱりねシーズン4はメタビルドと呼ばれるものがあるんですけど、その中でも基本スキルやっぱりブームだよね。ということで本日も目に行ってみましょう。1つ目シーズン4のメタビルド、2つ目ハートシーカー解説で、最後にですねこれを踏まえて運用ポイントとか運用のやり方ですねやっていきたいと思います。という感じで本日のねまず1つ目なんだけど、メタビルドという形で、まあ今ねシーズン4の最中で、シーズン4のビルドとしてね今日はね紹介してるんだけど、シーズン4はやっぱり基本スキル、まああのスキル欄で言って一番上の MP 使わないやつ、このハートシーカーなんですけど、今回はこれを使っているビルドを紹介していくって感じなんだけど、まあ、バーバリアンでいうとバッシュとかフレイとかそこら辺のやつもあるし、であとはファイアーボルト、ソーサラーでいうとという感じで、シーズン4になってねそのメタビルドの中に基本スキルをいい感じで利用して、その中で火力と手数をガンガン出していこうぜっていうのが結構ねブームとしてあるんですよ。それもこれもテンパリングなんですね。テンパリング大先生がかなりサポートして非常にですねあのいい感じになってるというところですので、今日はそんな感じのメタのビルドですね。シーズン4から新たに結構最前線に躍り出たって感じで、あとポイントとしてはウーバーユニーク一切ございません。なので、まあ、基本的には知能乙女に行って、でユニークとかではなくてレジェンダリーを厳選すればいけるぜっていう感じで、エンジョイ勢にも優しいお手軽に作れるめちゃくちゃ強いビルドなんで、今日はねそんな感じでエンジョイ勢もサクッと作れるお手軽めちゃ強いビルドみたいな感じでやっていければと思います。というところで早速ハートシーカービルドの解説をしていきたいんですけど、さすがに戦場で厳しいんで一回街に戻りたいと思います。という感じで早速ではありますが、まずは装備を外してですね一旦全部補正をゼロにして、分かりやすいフラットな状態でね見ていけたらなというふうに思います。で今回ですねもちろんハートシーカーなんだけど、正直ハートシーカーだけだとそんな強くないんですよ。なんで強いかっていうと、脆弱の後にハートシーカーが、まあ、強くなる、まあ、脆弱ダメージが結構高いんですよ。今俺だと 1000% ぐらいなんだけど、脆弱積みまくってハートシーカーで異常状態ばらまきまくって、その中で脆弱にもして、でさらにで脆弱へ の, プラスダメージが 1000% とかある状態でぶん殴るとめちゃくちゃ強いよねっていう形なんですね。なのでハートシーカーって脆弱にしてない状態だとまあまあ手数の多いそこそこの火力なんだけど、ここでですね脆弱にすると世界が変わるみたいな感じなので、そういう仕組みになってます。で異常状態凍らせたりスタンさせたりをめちゃくちゃ発動させて、そこら辺でフィールド支配するみたいなイメージかなっていうところなんで、まずは基本スキルから見ていきましょう。で基本スキルはまあ当然だけどハートシーカーだよね。ハートシーカーになります。これが主軸です。でさっき言った通りハートシーカー単体だと別にそんな火力は超高いっていう感じではないです。脆弱の後に強くなるって感じなので、異常状態にまず第一段階はしないといけないっていうところが第一目標になるので、進化先は定理です。でこれ何かっていうと、単純に矢を通常1本しかバンバンバンってねホーミング弾打たないんだけど、その当たった矢が何て言うんですかね、長弾みたいな跳ね返るとか貫通するか分かんないんだけど、跳ね返って別の時にバンバンって当たるみたいな感じですね、これは。なので単純に手数が多くなります。1本の矢でも何て言うかな、普通に複数の敵に当たるようになります。なのでこっちの方がいいです。一時期上にしててクリティカルダメージとかをちょっと増やしてみたんだけど、圧倒的に、まあ、やっぱり脆弱が来ないと意味ないんで、脆弱を来させるためにまあ後から脆弱にする方法とかも話すんだけど、とりあえず最初は手数で脆弱にして、そこから火力ぶち込むみたいな感じになってますね。というところなんで、まずハートシーカー曲振りしましょうって感じです、はい、なのでハートシーカーは5振りという形になっております。まあ、このハートシーカーね、弾がホーミングするからマジで強いのよ。壁の横に隠れて打ってもヒュンヒュンつってね行くから、マジ俺最初感動した。ネクロしかやったことなかったからほぼねっていう感じですね。で次ですね、次はコアスキルの欄なんだけど、コアスキルは別に取らないです。パッシブだけ取っていきます。でね、まず一つ目頑丈ですね。受ける近接ダメージが 12% 減少、まあ、ぶっちゃけローグってあんまり守備力高くないです、まあ、バーバリアみたいな感じじゃないです。全然結構脆いので、ここら辺は結構重要だよねみたいな。でダメージ減少率はシーズン4になってなんていうかな、つけづらくなりました。防具のオプション補正からなくなったりしてね。なのでこういうの貴重だよねって感じで、さらに言うと近接の敵へのクリティカルヒットが最大 85% でライフ
フが回復するみたいな感じになってるので、ここら辺とかも結構使えます。で、装備が極まってくるともう突っ込んでって近距離で足止めて、もう目の前でずっとひたすら弓矢を打ち続けるっていうのができるようになるんだけど、ちょっと俺の装備の完成度ではまだ難しかったかなっていうところで、まあ、そこは最後の運用方法で話をするから、まあ、ちょっと待ってくださいそこはっていう感じですね。で、さらになんですけど、こちらの方の新速スキルですね、新速スキルに関してはシャドウステップ1振りしてください。シャドウステップ1振りです。で、シャドウステップはですね、まあ、別にここら辺なくても、まあ、とりあえず大丈夫かなっていう感じで、まあ、何がしたいか、逃げたい逃げたいんですよ、いざという時の逃げスキルです。で、あとはさらに言うと、これなんていうの、関係なんていうのかちょっとわかんないわ、なんだけど、まあ、とりあえず継続ダメージの効果が 27% 減少だから毒とかに強くなるっていう感じですね。毒とかめっちゃ痛いじゃん、なので毒とかを結構頑張ってダメージ減少する。で、さらに反射防御なんだけど、で、これはまあ単純に普通に防御スキルなんだけど、操作障害を受けている間受けるダメージが 18% 減少で、ダメージ減少率もついてて、まあ、何かしらいざという時に防御力が高くなるという感じですね。まあ、ここら辺結構回避系というか、その防御系というか守備面ですね。で、あとはまきびしですね。まきびしは非常に有用ですね。移動速度も低下させて、で、あとはまきびし状態の敵に攻撃が結構ね強くなっていくというのがあるので、クリティカルヒット率が5%プラスになる、脆弱状態の敵に対しては2倍になるっていうところなんで、ほぼ常に相手を脆弱状態にします。なので基本的には 10% クリティカルヒットアップの状態でまきびしの上に、まあ、こう乗ってくるという形ですね。まあ、これはね、床にね、こうなんていうの、まきびし巻いて、その上にね、エリアに乗った敵に対して、まあ、有効って感じですね。目の前にバッてまきびし巻くんで、まあ、それに対してっていう形で、まきびしはバックステップしながら巻くんで、俺結構バックステップでちょっと移動して逃げるみたいな時とかもまきびし使ってます。なので意外にこれね、そういったバックステップとかでも役に立つし、で、まあ、基本的にはもうまきびしバッて巻いて、で、スロー効果とダメージアップ効果っていうところを、まあ、どんどん重ねていくっていう感じのイメージかな。で、次ですね、次は、こちらのスキルになりますね、ダッシュ。まあ、ダッシュは普通にビュンって駆け抜けるだけなんで、結構逃げスキルに近いですかね。で、スキルポイントの都合上ここまでしか振ってないですっていうところですね。なので一応クリティカルヒットダメージが5秒間 15% 増加するはさすがに強いのでさすがに強いので、まあ、入れてるっていう形ですね。で、まあ、ダッシュとかもなんかいろいろ使って結構攻撃を重ねていくっていう形になりますね。まあ、なので結構ダッシュとかと重ねてというか、いろいろね一気に使ってバフかけて火力を集中させるみたいな感じになってきますね。で、あとはこの武器の達人ですね。これはですね、いろいろ武器を持っている状態でボーナスをもらえるんですけど、まあ、基本弓が多いんですよ、ハートシーカーなんで。なので、まあ、ほぼ弓なんですけど、その時に脆弱状態の敵へのダメージが 12% 乗算で増加なんで、普通に強いっす、はいっていうところですね。で、あとはこちらですね、急所狙い、敵を1体ノックバックまたはノックダウンさせた後クリティカルヒット率が上がると。まあ、これ結構ね、意外になんかね、そのローグってノックダウンさせることがバターンって倒すことが結構あるんですよ。なのでこういう時に普通にクリティカルヒット率上がってめちゃくちゃ火力が上がるよねみたいな感じで、あとは不意打ちですね。スタン状態の敵にクリティカルヒットを与えると、その敵は 0.5 秒間にわたりノックダウンするみたいな感じなので、ここら辺でもノックダウンしてるのかなっていう感じですね、っていうところですね。で、そのノックダウンはどっから発生するのって話になるんだけど、次の左下の欄に行くんですけど、こちらですね、煙幕ですね。で、この煙幕でめまい状態にして、よしピヨピヨってなってるぞってなったら、ここの不意打ち、さっきのが生きてくるんだよね。めまい状態の敵にクリティカルヒット与えるとノックダウンするからっていう感じかな。で、さらにノックダウンした相手にクリティカルヒット率がまた上がってみたいな、で、ノックバックしてる敵にも上がってみたいな感じだから、まあ、結構いい感じでコンボが重なっていくというところで、まあ、これ煙幕強いよねって感じですね。で、さらに強いのが、これ煙幕の影響を受けた敵っていうのが 25% にダメージアップするんですよ、掛け算で。まあ強い。で、さらに言うとクールダウンも短縮するんですよ。で、さらに脆弱だったらクールダウンの短縮が3秒になります、1秒から、はいっていう感じで、まあ、最大 25% の確率なんだけど、幸運の自撃でっていうところで、結構ですね、これ1個でめちゃ便利なんですよっていう形になってますので、この煙幕は結構キースキルというか、結構なんか大事なスキルになってきますね。
で、まあ、あのクールダウンも結構下がるし、まあ、大体8秒とか6秒とかで結構回せたりするからかなりあの多く使えます。で気軽にね、あやばいと思ったらポンって投げるから、そんな感じで使ってるかな。であとは、防御の要ダークシュラウドです、はい、ダークシュラウドがないと辛いんですけど、ダークシュラウドはダメージ減少率を、上げるスキルになってます。で、これに関してはですね、本当に強いです、はい強いので、これがないと怖くて外に出れないっていう形になりますね。で、これ逆襲まで上げるんですけど、クリティカルヒット率が上がるって感じになってますので、2個発動している間はで、基本的には発動している影1個につき受けるダメージが、俺だと今 9.2% かランク4だとっていう感じなん で最大5個なんで、で、まあ、発動しているのが、まあ、9.2 で5個なんで、まあ、45% とか減少するんですよ。めちゃくちゃ強い、まあ、ただ直接ダメージを受けるたびに影を1個消費してダメージ軽減率が減るので、ちょっとそれがあれなんだけど、まあ、ただめちゃくちゃ強いっていうのがあるので、非常にこのダークシュラウドは、まあ、有能かなというふうには思ってますね。で次ですね、次は、パッシブスキルですね。パッシブスキルに関してはですね、これ機敏かな、クールダウンを使用すると回避率が3秒間 12% 上昇。これねちょっと分かりづらい表現で、よくある表現なんだけど、クールダウンを使用するとっていうのは、これ日本語に正確に直すと、クールダウンタイム発動するスキルを使ってクールダウンタイムが開始になった場合っていうタイミングですね。なので例えばこの煙幕だと、煙幕はクールダウン13秒ありますと。なので煙幕のスモークグレンドバンって投げた瞬間、クールダウンタイム13秒パッと始まります。で13秒待ってくださいってなるんだけど、そのタイミングでこれが発動する、クールダウンを使用するとっていうのはそういう意味ですね。なので、まあ、要するに回避が上がるんでめちゃくちゃ強いです、まあ、ネクロやっててよく分かんなかったんだけど、ローグってめっちゃ回避するのね。なので意外になんか、あ今ダメージ受けたよねみたいなのが回避ってなって何も食らわないっていうのとかあるので、めちゃくちゃ強いんだよね。その回避が、回避ってすげえ優秀だなって思ってました。なのでっていう感じですね、まあ、もちろん回避を詰めばって話だよっていう感じですからね。であとは下の方のパッシブになるんだけど、搾取ですかね、健全および負傷した敵に与えるダメージが増えるみたいな 18% 掛け算で、まあそら強いよねっていう感じで、あとは下に行くんですけど、悪意ですね、脆弱の敵に与えるダメージがさらに 9% 掛け算で増える、まあ強いよねって感じ。今回は脆弱がテーマだからね、脆弱がなんていうの、メインのキーになるからねっていう感じかな。であとはですね、右下に進んでいくんですけど、右下は1個だけですね、氷結の手腕、冷気状態の敵に与えるダメージが 15% 増加、凍結状態 30% 増加。これどうやって凍結するのって話になるんですけど、脆弱とか凍結とかスタンとか、まあ、煙幕とかあるんだけど、そこら辺以外で異常状態にしまくるんですよ。凍結させたりスタンさせたり、まあ、めまいにさせるのはスモークグレネードだけど、なんだけどここら辺に関しては、まあ、後から説明しますねっていうところです。装備の時に説明します。で、まあ、こんな感じで、攻撃力を、異常状態の時に底上げしていくみたいなのがかなり多いです。でさらになんだけど、左下に進むと、これ奥義の欄なんだけど、奥義の欄はパッシブのみですね。アドレナリン分泌っていう形で、移動中のエネルギー回復量が、5% 増加と。でさらにエネルギーが最大値の 50% 以上あるときは移動速度が 15% 上昇と。でこれまあ要するに何を言いたいかっていうと、エネルギーを 50% 未満にして攻撃力 15% っていうよりかは、まあ、移動速度の方が強いかなって感じ。っていうのもこれ大事なところなんだけど、見てほしいんだけど、数字の後にプラスって書いてあるじゃん、足し算なんだよね、まあ、要するに、まあ、単純に何でもいいんだけど、 5+3 は8じゃん、 5×3 は15じゃんっていう感じで、掛け算の方が当然結果の数字が大きくなるんだよね。なので足し算は優先順位が低いです。そこまで高くないです、まあ、もちろんまんべんなく全部増やした方がいいんだけど、まあ、なんだけど、なので基本的には移動速度の方が大事って感じ。まあ、それよりかはこんな感じで、掛け算に数字のとかけるってなってる乗算の方がめちゃ強いんで、こっちの方が大事だよねっていう感じではありますね。で最後に重要パッシブですね。重要パッシブは哀れな犠牲者と、脆弱状態の敵に対して直接ダメージが、最大 50% の確率で爆発を起こすと、まあ、これ要するに何言いたいかっていうと、脆弱状態の敵に対して攻撃した際に確率でそいつがバーンって爆発して周りに元のダメージの 80% のダメージが範囲攻撃として食らうっていう感じなんで、手数が多いんでダダダダってなって、この哀れな犠牲者がバンバンバーンって発動してめっちゃ強くなるっていう感じで、さらに脆弱ダメージボーナス 120% 掛け算です増やしすぎだからめちゃくちゃ強いんですよ。
っていう形になってますね。まあ結構脆弱というか、まあ、脆弱前提でさらに異常状態と脆弱っていうのはブワーってばらまいて、そこに対して火力を上げてって、あとはできるだけ自分を守っていこうねみたいな、そんな感じになってますね。こういった逃げスキルでねっていうところですね。なので攻撃スキルはハートシーカーのみです。ハートシーカーをひたすらもうボタン押しっぱでドドドドドって打ちまくるっていう感じになってます。で次はですねパラゴンボードね行ってみたいと思います。グリフはまずレンジャーです。レンジャーを入れてます。まあ射手スキルとダメージ減少率があるんで単純に強いよねって話です。でまあ置き方はこんな感じですね。取り方はボードので、上に進みます。で上に進むと、どんなボードになるかというと弱点の活用ですね。弱点の活用こんな置き方になっております。でグリフは、切れ端ですね。物理ダメージ上げてるんで、要するにハトシーカー単純な物理ダメージなんで、物理ダメージ上げていこうねって感じになっておりますっていうところですね。まあ、なのでここら辺で結構ね脆弱ダメージとかもあったりするんで、まあ、大事だよねって取ってます。このポーションとかはいらないですねって感じですね。なのでここら辺こんな感じの取り方をしてると、脆弱ダメージ大事だよねみたいな、そんな感じですね。であとこれ右に進んでいくんですけど、右に進んでいって次のボードはですね、レジェンダリーノードは取ってないんですけど、レイラナの直感ですね。まあこれはぶっちゃけコアスキルとかのやつなんで、単純にこのグリフを置きたいだけって感じです。でひねくれ者ですね、僕が置いてるのは。で単純に、これに関しては全体性を上げたり、攻撃を開始した後6秒間ダメージ上がるんだけど、やっぱポイントとしてはその操作障害効果ですね。まあ、結局このビルドってめちゃくちゃ、まあ、操作障害を起こしまくるんすよ。なのでそれをやるたんびにダメージが、まあ、2% マックス 10% まで上がる、20秒間みたいな感じなので非常に強いです。火力上がります。なので、まあ、これを入れてるっていう感じで、まあ、本当に火力ガンブリしてるみたいな感じですねっていうようなイメージで、さらに上に伸ばしてくださいね。上に伸ばして次のノードに関しては、致死的な奇襲ですね。で、これに関してはこんな感じで、配置して、で、グリフに関してはですね搾取ですね。搾取ここでついにやってまいります。2つ脆弱にさせるソースがあるんだけど、まずこれ、このグリフによって、まあ、ダメージを与えた敵が自動的に脆弱状態になります。でハートシーカーがさ、最終的に伸ばした方向っていうのが矢が長弾して別の敵にも当たるってやつにしたじゃん。要するに最初の初手でババって手数を増やして全体にダメージ与えて全体を脆弱にして、そっからハイスタートっていう形にしたいんですよ。で脆弱にした状態でめっちゃ攻撃バーって上げていって、もちろんその中では凍結とかどんどんしていくから、でさっきの凍結が上がる、攻撃力が上がる、パッシブとか効いてきて、どんどん火力が積み上がっていくみたいな感じですね。でそういう風な形でこの搾取はマジで大事っていうところになってます。で脆弱ダメージも上げるから、搾取 の効果としては、なのでもう一石二鳥で、まあ、いい感じで取ってるっていうところで、ボードとしては左に伸ばしていきましょうという形で左に伸ばします。で左に伸ばして、このボードはですね卑劣な主観って読むのかなっていうところで、こういった向きで置いてるっていう感じです。でここに関してはグリフはですね制御をつけてます。制御はまあどのクラスでもつけることが多いんだけど、普通に強い普通に強いのよ。なのでかなり有効ですね。でスタンまたは凍結状態の敵に与えるダメージ 20% 増加するから、まあ合うよねっていう感じ。異常状態しまくるし凍結させるから結構かなり強いっていうイメージですね。でさらにこっから上に持ってってくださいと。でまあここは正直レアノードは取ってるけど、基本このグリフのためだけに取ってるって感じです。でボードとしては狡猾なる企みですね。で置き方こんな感じで、ボードのグリフに関しては奇襲ですね。罠の影響を受けている敵に対して 10% 乗算で火力アップなんだけど、罠って何ってなるんですけど、巻き菱です。巻き菱の話ですっていうところですね。なので結構噛み合いつつ攻撃力上げつつっていうような感じですね。で最後にですね、カテゴリーですね、固有 のスキルですね。ネクロマンサーでいうと死者の章みたいな感じなんだけど、でこれは正直コンボポイント使わない、で奥義スキルのクールダウン使わないで消去法で内なる目に、まあ一応なってるっていう
感じになっております。はい、なのでまあそんな感じというところですね。まあそこまでクリティカルヒット率上がるからっていうのはあるんだけど、まあ、そこまで俺は気にしてあんまりプレイしてないし、もしかしたらもうちょっと気にしないといけないのかもしれないんだけど、そういうのあったら教えてください。はい、わかんない、まあ、これかなみたいな感じで使ってるっていうところですね。で、最後に装備ですかね。装備見ていきたいと思います。で、装備結構ね大事で、装備の厳選がちょっとねめんどくさいところがあります。ただウーバーユニークはないです。はい、まあテンパリングがまあちょっと沼るんでめんどくさいんですけどね。はい、でまずはですね頭から見ていきたいと思います。で、頭なんだけど、まずポイントはレジェンダリーのスキルに関しては影なるものという形で、幸運の一撃で射手スキルでクリティカルヒットを出すと最大 58% の確率、マックス 60% でダークシュラウドの影をコストなしでゲットできるという形で強いです。ダークシュラウドはめちゃくちゃダメージ減少率があります。で、さらに言うと、まあオプション補正に関しては基本的には敏捷性で幸運の一撃発生率でライフ最大値、この3つが鉄板になります、このビルドではっていう感じですね。幸運の一撃取れるとこ絶対取ってください。頭、腕で、ネックレス、リングかなっていうところですね。まあアミレットかっていう、ここら辺は絶対取ってくださいって感じ。なぜかっていうと、幸運の一撃を前提にして異常状態にさせようとするんですよっていうのがポイントになってきます。で、あとはですね、テンパリングに関しては、焼き戻しに関しては回避率と幸運の一撃で凍結とかスタンとかにしてください。これちょっとあれですね、焼き戻しのところに行ってお見せした方がいいので、ちょっとね分かりづらいのでお見せしていきたいと思います。で、ですね、例えば頭だと、まあ、防御になるんだけど、ここでですね、まあ、基本的にはこのなんて読むんだこれまあこれですね、ライフ合計防御力回避率の回避率をピックした方がいいって感じで、まず1個は回避率ですね。で、もう1個がユーティリティなんだけど、これ初版の幸運、これがめちゃくちゃ重要になってきます、このビルドで。何を優先で取りたいか、凍結とスタンです。この2つを絶対取りたいっていう感じ。必ず、まあ、テンパリングは運ゲーだから、もう本当ここ粘るんだけど本当ここ難しいんだけど、凍結とスタンは必ず最低1個は取ってください。なのでポイントとしては、スタンと凍結を頑張って、その鎧というか防具のシリーズの中では必ず取っていこうという形を持っていくというのが、全体的な防具のあれですね、中身ですね。ちょっとネックレスとかは違うよ、武器とかはっていう感じになってます。で、結果を見るとですね、頭は凍結が取れてよかったねという感じです。なんなら凍結は補正がそんな高くないんだけど、もう凍結取れたからええわっつって、もう凍結でやったって感じですね。で、幸運の一撃も入ってるし、敏捷性も入ってるしって感じ、回避も入ってるし、この頭はまあグレーターフィックスないけど結構うまくいった部類かなって感じですね、っていうところになってますね。なので頭はそんな感じで、次は鎧行ってみましょう。で、鎧は氷撃のって感じなんだけど、凍結またはスタン状態の敵に対するクリティカルヒットダメージが、まあ、乗算で 20% 以上上がるって感じだから、マックス 25% 上がるから、まあ普通に強いで、この状態凍結スタン結構出します。なので安心してくださいって感じですね。で、オプション補正に関しては、まずライフ最大値はあった方がいいです。で、あとは今俺がつけてるスキル、これ何スキルって言うんだ、これなんかさ、ディアブロ4ってさ、無理やり日本語にしてるから漢字がさ結構現実的に使わないやつが多くて分かんないよね。これまあなんかこの陰遁とか煙幕とかダークシュラウドがあるところがいいかなと思ってます。なので1振りで煙幕も4になるし、ダークシュラウドは今俺7だしみたいな感じなので、まあできればですね、まあここら辺の遁走スキルって呼ぶの、遁走スキルとライフ最大値があって、で俺の場合は防御力をここで入れてる。で、防御力をここで入れないと、この9230っていう最低限の防御率ですね、9230以上は、まあ、1も別に防御力いらないんだけど、ここにとりあえず達する必要があるので、そのために入れてるっていう形ですね。で、まあ、正直俺そこまでガチ勢じゃないから、エンジョイ勢だから、結構ガチ勢から見たらだいぶ、そのなんていうかな、甘えた感じというか妥協した感じで作ってるけど、まあ、俺が持ってる中でその最低限の属性耐性値と最低 の, マックス防御力9230、この2つを
確保する前提で作っているので、まあ、そういった部分になるかなっていうところですね。で、まあ俺の場合はその防御力が入ってるって感じで、あとテンパリングはもちろん あれですね、同じですね、ライフ最大値と移動不能っていう、はい、そうなんです、失敗してますテンパリング2つとも、はい、悲しいっていうところですね、まあ、なのでそんな感じですで次腕ですね。腕は因果応報です。因果応報何かっていうと、まあ、単純にスタンまたはノックダウンさせた相手に対して与えるダメージがマックス 30% 乗算で増えるんで普通に強い普通に火力アップですね。で腕に関してはその他の鎧の部位と違って攻撃的な補正がつくので、まず幸運の一撃発生率が欲しいんだけど、まあ、ついてないっていうここら辺ちょっとエンジョイ勢を垣間見えるんだけど、でなぜかっていうとこれ2つ目のここで出るんだけど、脆弱にさせるため の手段パート2、幸運の一撃発生時最大 26.4% の確率で敵を2秒間脆弱にする、ここのためにこれがついてるからまあとりあえずいいかなみたいな、これと脆弱ダメージがついてたからとりあえずリロールして敏捷性もしくは幸運の一撃発生率どっちか出たらリロールやめようと思ったら敏捷性が先に出たからこうなってるって感じ、はいになってますねっていうところなんで、まあ、そんな感じの作りっていうような中身です。でテンパリングね、焼き戻しに関しては脆弱ダメージっていうのが入ってて、腕は攻撃的な形になるので、まあ、攻撃的なやつはつけれるので脆弱ダメージつけてるって感じですね。で幸運の一撃で異常状態はスローです。ここも残念ながら外しております、はい凍結スタンが出づらい。で次ズボンですね。ズボンに関しては腕力のっていう形なんですけど、これ基本スキルを使うと最大7秒間に 20% ダメージ減少効果入れるのでめっちゃ強いです。基本的にある程度足止めて打つことが多いんですよ、ハートシーカーなので、バババババって連射している時に常にダメージ減少がガーってある感じのイメージですね。で、腰のオプション補正に関してはポイントとしてはやっぱハートシーカーかな、ハートシーカーのプラスは欲しい。であとライフ最大値と敏捷性もあった方がいいんだけど、俺のその構造上全体性にこれたまたまグレーターフィックスが出たからこれに甘えてる正直これに甘えてる、それに甘えて属性はマックスになってるって感じかな。なので属性のたまたまグレーターフィックスが出てなってるんで、正直最大防御力とあとはこの属性耐性、防御力最大防御力9230を確保するっていうのと耐性値 70% を確保する、これ最低限のまず当面とでのスタートラインなんだけど、これ間違ってティア3で作ろうとしたら属性耐性がもうちょっと減るからちょっと計算が合わなくなるから気をつけてねって感じなんだけど、ちゃんとトーメントで合わせてね、作るとき俺トーメント前提でやってるからっていう感じなんだけど、基本的には属性耐性と防御力っていうのは微調整の部分なんよ。でなぜかっていうと装備のドロップが人それぞれランダムなんですよ。なので俺はたまたまこうやってグレーターフィックス全体性腰にたまたま出たけどっていう前提の話なんだよね。なのでまあ、そこに関してはみんなの装備を前提に持ってるのを前提に考えてほしい。でもちろん耐性と防御力は必ず確保しようねっていうのはある、最低限ね。なのでそこは前提にして自分の中でとりあえずいい感じにしてほしいかなっていうところで、もちろんね基本的なものはあるよ、テンパリングで幸運の一撃で異常状態にしてスタンと凍結揃えようねとかいっぱい集めようねとか回避率上げようねとかいろいろあるから、まあこれ腰もライフなんだけどまあそんな感じですねっていうところになってます。であと次足ですね。足はまあまあやっぱり最大回避チャージ回数プラス3、これは必須でお願いします、はいでスキルは好調って読むのかな。でこれ基本スキル5回使用した後発動中のクールダウンが1つなんだけど2秒間短縮だからめちゃくちゃ強い。で基本スキル5回なんてもうそんなすぐ使うからかなりクールダウンとしては優秀で、クールダウン何をしたいかっていうと、まあ、なんかダークシュラウドとかあとは逃げのスキルですね、ダッシュとか煙幕とかそこら辺のスキルのクールダウンどんどん下げてくれるから優秀って形ですね。であとはオプションスキルは、まあ、敏捷性移動速度で新速スキルプラには俺たまたまついたからライフをつけようと思ってたまたまついたからあいいじゃんと思ってこれにしちゃった。正直
攻撃力特化でいいかなって思ってて、まあ、こっちが異常状態にして動かさないようにして、かつまあ回避でどうにかしようみたいな感じだから、まあいいんじゃね、神速スキルだみたいな。で、神速スキルはちなみに言うと、ここら辺かな、シャドウステップで、あとはまあ厳しいで、ダッシュ、この辺になってますね。なので、まあ普通に日頃から使ういいスキルなんでいいんじゃないかなっていう形です。で、こちら見てください、幸運の一撃発生率 24.5% の確率でスタンゲットしております。ありがとうございます。よかった、スタンがあって。で、あとはもう一個は、あのエリートを倒した後の4秒間移動速度 20% これミスってます。悲しい。通常移動速度アップが欲しかったっていうところですね。で、あとはネックレス、アミュレットですね。アミュレットに関してもポイントは幸運の一撃発生率を入れようって感じで、スキルに関しては順応性ですね。で、これに関してはリソースが最大値の 50% 未満で使用すると、基本スキルがプライマリーリソースを3生成するっていう感じなんですけど、まあ、あのじゃなくてその下が一番メインです。で、これまあちょっといろいろ書いてあるんだけど、ざっくり言うと MP が 50% 以上の状態で、あの攻撃をすると、あの基本スキルのダメージが 120% 増加する。あの強いっす。普通に強いっていう感じなので、結構バグってるぐらい威力高くなるっていう感じですね。120% 掛け算だから、え？みたいな感じになりますね。で、テンパリングに関しては、焼き戻しに関してはアクセサリー系は脆弱ダメージを必ず入れてくださいって感じですね。脆弱ダメージですね。脆弱ダメージに関してはですね、なんだっけ、喉なんとか、喉かきみたいな感じだっけ、これかな、喉かきの熟練で、ちょっとこれは一番難しいんだけど、4つあって4分の3が、意味ないやつだから本当に厳しいんだけど、脆弱ダメージを入れるっていうのはすごく大事ですね。武器とアクセサリーには基本的には脆弱ダメージを全て焼き戻しでは入れるのが目標になります。で、ネックレスは俺の場合は移動速度を上げてますっていう感じですね、焼き戻しでね。で、あのオプション補正は幸運の一撃発生率と、で、まあ、合計防御力に関しては、正直これ合計防御力の補正がないと自分ちょっと923いかないんですよ。まあ、なんか適当に925のネックレス装備するんだけど、まあ、防御8056になるんですよ。なのでその防御力を補うために合計防御力プラスパーセンテージを入れております。本当は HP とかにしたかったり、あとはまあなんか攻撃系にしたかったりはしたんだけど、最低でも HP、まあ、何かしら攻撃系のスキルがついたらいいなと思ってたんだけど、まあ、でも結果的にこうなっちゃったって感じで、あとは急所狙いっていうのがたまたまこれグレーターフィックスでついたので、まあ、これが、これを選んだ最大のポイントかな。なので、まあ、合計防御力で上がるし、で、急所狙いも上がるし、いいかなみたいな。で、急所狙い何かっていうと、これですね。敵を1体ノックバック、またはノックダウンさせた後、クリティカルヒット率が、上がるって感じ。今 24% 入ってるんで、結構上がってます。っていうところなんで、結構強いな感じかな。これはまあ、運が良かったねって感じ、俺が。で、さらに指輪ですね。リングに関しては、基本は、敏捷性、幸運の一撃が、まあマストで欲しいよね。あとはライフもしくは脆弱ダメージかなっていう感じです。じゃあ実際どうなのよって感じなんですけど、実際問題、全耐性 10% とかつけてます、諸事情で。そうなんです、耐性値がギリギリでした自分っていうのもあります。ここはまあなんていうの、さじ加減、自分の持ってる装備のさっき言った通りっていうところになります。で、まあ、できるだけ幸運の発生率は絶対入れたい、幸運の発生率だけは絶対入れたいと思ってるっていう感じ。そっから敏捷性とかライフとか、あとは脆弱ダメージっていう有利なものをピックアップしていく。で、あとはテンパリングが成功したもの、正直あれなんだけど、脆弱ダメージがテンパリングつけばいいかなって思った、それ以外はもういいかなって思ってる正直っていうぐらいのレベルになってます。で、あとはレジェンダリーの化身に関して、スキルに関しては内なる静寂ですね。一発目がこれ、単純につけただけでダメージ 10% 上がるんだけど、3秒間止まるとこのボーナスが3倍、要するに静止するとダメージが 30% に跳ね上がるんですよね。で、例えばさ、今攻撃力見てほしいんだけど、今3万9000とかじゃん。で、ちょっと動くよ、動いたら3万3000になるんですよ。で、ここから3秒間止まるとさっきの3万9000に戻るんですよっていうのが、これ内なる静寂になってますっていう感じですね。まあ分かりやすいよねって感じで、次が元素をつかさどりしって感じなんだけど、これはね、7秒間複数の種類のダメージがセットとなって 30% 乗算で攻撃力が上昇する。これ分かりづらいんだけど、下にさ、火炎電撃物理
で下に霊気毒シャドウで2セットあるのね。2セットでこれが交互に変わっていく。まず1セット目火炎と電撃と物理が 30% ダメージ上がります。で7秒経ったらこれが切り替わって霊気毒シャドウが次は 30% 攻撃力が上がります。で7秒経ったらまた戻って火電気物理がまた 30% 7秒間上がるっていうのを交互に繰り返していくので、ノーコストで単純に 30% 乗算で上がるから普通に強い。まあ、あの7秒間あの自分の攻撃力下がるタイミングがあるんだけど、それでもなお普通に強いからこれはめちゃくちゃ優秀って感じですね。で、まあ、テンパリング一応脆弱ダメージ以外は、まあ、ダークシュラウドのクールダウンとかあると多分幸せになるかな。今俺14秒ぐらいだから、まあ、そんな感じになってますねっていうところで、最後に武器ですね。武器に関しては、まずは弓です。弓にしましょうって感じで、ポイントは敏捷性がついてるのがまず一つで、脆弱ダメージがついてるのが二つ目。この二つがマジで大事で、三つ目は正直俺は妥協してるんだけど、まあ、HP 最大ライフになってるガチ勢が多いっていうところですね。で、テンパリング焼き戻しに関しては、まあ、シャドウクローンの持続時間とあとハートシーカーの投射体を2回使用って感じになっております。はい、でシャドウクローンのやつはまあ、ミスなんだけど失敗なんだけど、ポイントはハートシーカーの投射体を2回使用する確率、これ非常に大事です。ハートシーカーを要するに77% の確率で、今の俺のね強化段階だと 77% の確率で2発撃つんですよ。2発撃つで、その2発が長弾してバンバンって敵に跳ねてくから、1回撃った時でめっちゃ敵に当たるんですよっていうのが強いから、結構これ大事になってます。これはマストで1箇所は絶対このハートシーカーが2発撃つっていうのは入れてください。で、スキルに関しては月のでのっていう感じなんですけど、基本スキルで敵にダメージを与えると10秒間攻撃速度が 4% 上昇で、最大5回までスタックして、この効果はで、さらに蓄積上限に達すると吸血の、なんとか状態になり、10秒間基本スキルダメージが 160% 上がって移動速度 15% 上昇。これやばくない？基本スキルが 160% 掛け算で上昇、首でネックレスで 120% 上昇なので、なんかこれは血のスキル、シーズン2 の、 シーズンスキルなんだけど、なんかいろいろ掛け合わせたら基本スキル爆上げするんですけどっていうなってるのが今の環境ですね。でそれに合った、例えばこのローグだったら脆弱をつけて、さらにこの爆上げが爆上げになるっていう、まあ、なんかバイプッシュするみたいな感じになりますね。脆弱を踏んでめっちゃ強くなるみたいな感じになるから、結構噛み合ってる、テンパリングプラスいろんなスキルプラスっていうのがねっていう感じに今なってるかなって思いますね。であとは剣にしてます。こっちの近接攻撃のやつはダガーじゃなくて剣にしてて、クリティカルヒットダメージで、まあ単純にダメージが上がるからって感じかな、上がり率が高いからって感じかな。でポイントはまああんま変わんないんだけど、脆弱ダメージもしくは敏捷ダメージで、まあグレートアフェクス脆弱ダメージ出て敏捷あったからって感じで、あとは正直ライフ最大値をつけれてれば最高なんだけど、まあなんかそれ以外はいいかな。敏捷と脆弱ついてればあとは正直何でもいいって俺は思ってた。ガチ勢じゃないからそこまでやったらもう本当大変になるからって感じで、あとは、まあ、脆弱ダメージをちゃんとテンパリング焼き戻しで両方ともつけてますっていう形と、であとはね一応巻き菱の大きさとか巻き菱の持続時間とかを増やしてて、まあ、なんか巻き菱結構使うんすよ。で巻き菱トリガーでいろいろ強くなることが多いんで、まあ、ここは俺の考えで巻き菱を強化してるって感じ。もちろんこれ他の人も別のやつね、ハートシーカーの持続時間とかやってる人もいると思うし、まあ、なんかいろいろここはあると思うんだけど、俺はそんな感じでやってるかな。なんか巻き菱結構俺信用してる。で最後に宝石なんだけど、防具に関しては全部、緑ですね。緑のやつで敏捷性を上げてて攻撃力上げてます。で武器は脆弱ダメージですね。基本スキルダメージじゃなくて脆弱ダメージです。脆弱が乗った上での倍率のダメージを上げてるので、そっちの方が絶対いいですね。でここら辺は全体性上げてるんだけど、まあ、さっきも言った通りここら辺はドクロにしてもいいし、足りない部分をピンポイントでルビーとかで上げてもいいしっていう感じで、まあとりあえず全体性が 70% になって防御力が9230になれば何でもいいです。アクセサリーはの石はねっていう感じに思ってますっていうところということなんで、最後にこれを踏まえて運用方法やっていきたいと思います。でまあ運用方法に関しては、まあ、どんな感じで結局立ち回るのかいっていう話にはなってくるんですけど、
まあ、ポイントはですね、まあその結構すぐ死ぬ結構すぐ死ぬんよ。で今あのナイトメイダンジョンはティア97に来てるんだけど、結構すぐ死ぬので、まあ、基本的にはちゃんとダークシュラウド発動して、であとはこんな感じであのめまい状態とかにして、でとりあえずハートシーカーを打ちまくるっていう形にはなってます。で強いから基本的にはなんかこういうところからハートシーカー打ってもそのなんか弾道がえぐいんよ、ギュンって曲がったりするから、結構そういう戦い方もできるし、でまあとりあえずハートシーカーを押しっぱっていう感じですね。で勝手に脆弱状態になるし、で勝手にこうやってダメージがどんどん出ていくっていう形になります。であの強い場合、敵が強い場合はあのこうやって突っ込んでって、シャドウステップで突っ込んで、でスモーク投げて、で最後にまきびしでバックステップしてで打つみたいな、 あとはあのダッシュとかも忘れないでねって感じかな。ダッシュすると攻撃力が上がるからっていうところになってるので、まあ、そういった形で、なんていうかな、立ち回っていくっていうところにはなりますねっていう感じなんで、まあ、できるだけなんですけど、あんまそっ近づくのは良くないかな。でダークシラウドは比較的ちゃんとつけといた方がいいかなって感じで、ボス戦に関しては、まあ、シャドウステップで近づいてって、煙幕投げて、でまきびし巻いてダッシュで距離を取るっていうのをやります。いきますよ、ポンポンポン、で飛んでちょっと今ノックバック攻撃されちゃったんであれだったんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、できるっていうところですね。で比較的ねこうスモークグレネード煙幕は結構強いんで投げておいてください。でこうやってスタンとか簡単に取れるんで、まあ、ここら辺でね結構イケイケで頑張りますっていうところですね。でまあティア97なんだけど、こんな感じで簡単にクリアできるんで、まあ、結構強いかなっていうふうには思ってますね。僕的にはかなり火力が出るし、お手軽で強いっていうね俺はイメージなんだよね。なんか結構ね俺の中ではまあそのなんていうんだろうな、ハードルめちゃくちゃ低くて、で立ち回りもなんかそこまで難しくはないっていう感じなので、かなり俺の中では強くてハードルが低くて便利、コスパいいみたいな、そんな感じで思ってます。なんかウーバーユニークこれが必要とか全然ないしねっていう形ですね。なので、まあ、そういう風に使っていただけるといいかなっていうところで、基本的には、まあ、やっぱりダークシラウドを常に発動しますみたいな、で煙幕投げます、でまきびし巻きます、でハートシーカー打ちまくりますみたいな感じになるの であとはダッシュとか使うと、まあ、攻撃力も上がるんでみたいな感じで、で強い人だとなんかねこうやって突っ込んでいって一気に凍結させてみたいなのもあった。一気になんかそのシャドウステップで突っ込んでって、でもうなんかね凍結とかさせまくって、でもうガンガンここで攻撃しまくる、定点で足止めてっていうのも全然やってたので、そういうのもありかなっていうのは、まあ強ければなんだけど、でも大体俺がやると死ぬからで敵とかが近づいてきたり、エリートとかがまきびし抜けて近づいてきたら、まあ基本的には煙幕結構クールタイムが短いのでパッて投げて、ここでもう一気にスタンになるから、気軽に結構ね煙幕は投げていいと思ってるから、煙幕マジで有能だから、結構ねやばいと思ったらすぐ投げた方がいい、でやばいと思ったらすぐダッシュで逃げた方がいいって感じで、やばいって固められたらシャドウステップとかでこうグンって遠くの敵とかに行って、移動して逃げるみたいな感じですね。基本的にその防御力がさ高くないです、まあ、一応ダークシラウドあればまあまあいい感じではあるんだけど、それでもなおっていうところはあるので、まあ、結構きついところはあるかなっていう形ですね。でこれ今まきびし巻いたんだけど、まきびしってこうバックステップするのね、こうやって、なのでこう絶妙に動きたい時とかも結構優秀で使えます。まあなんか火をさボンボンボンって飛ばしてくるやついるじゃん、でギリギリ輪っかの外出たいなっていう時にこうポッってバックステップしたりとかもするから、結構ねこうやって機動性を生かしていい感じに使っていくっていうのが俺的にはありかなと思ってる。で正直そのシャドウステップで突っ込んでっていうのはバーンって突っ込んで煙幕投げて、でまきびし投げてこうダッシュするっていうのはちょっとリスクを伴うから、あんまり俺はやってないかなっていう感じ。まあなんか基本的には俺は、まあ近づいてきたら正面からこうやって普通に行って煙幕投げて、でまきびし巻いて、そこからバババって打つって感じかな。でやばくなったらこうやってダッシュで距離稼いでみたいな感じでやってる。で防御オーラが結構めんどくさいんだけど、防御オーラ出てきた時は使う。防御オーラにピンポイントでこうやって行って、でそこからさっきのコンボを使って、で倒す、で倒しきったらもう出してすぐ逃げるみたいな感じで、まきびし巻いてみたいな感じで、でスローにして移動速度を遅らせてみたいな、そういう使い方をしているかな。なのでそうやって、まあ、賢く立ち回るといいかなという風な形では思ってますね。
ちょっとさすがにね、なかなか攻撃食らうと辛いところがあるんで、普通にね、ヒットするとっていう感じなので、まあ、僕としてもね、結構ですね、このビルドは優秀かつ使いやすくて、初心者の人にもおすすめできるかなというふうに思いますね。やることがだいぶ単純なんだよね。まず攻撃スキルが1個しかないから、それで結構ね単純だし、でダークシラウドはもう常に展開するみたいな感じだし、で一応ね奈落に関しては61とかは普通に回れてる、63とかぐらいまで安定して普通に回れてるから、まあこの装備でこんな感じでいけてるかなっていうところ。一応ステータス的には攻撃力が3万3000ぐらいで、ライフが1万6000で、まあ、防御力と耐性はもちろん最低限あってっていうところで、であとは、幸運の時期発生率が 33% かで、あとは脆弱のダメージが 1133% っていうところなので、ここら辺ぐらいまで積むと名鉄結構楽に回れる。まあただアップデートで弱くなるから、まあ、もっとさらに回りやすくなると思うっていう感じなので、まあ、そこら辺を考えると結構ですね、いい感じでこのハートシーカー使っていただければ強いんじゃないかなと思いますね。これめちゃくちゃね楽しいよ、楽しいし、しかもお手軽だし強いっていうのはすごく面白かったので、初めて俺もね今回使ってみたんだけど、ローグとあとハートシーカーね、めっちゃねいい感じだったので、ぜひね皆さんもこれで基本スキルのですねメタに乗っかってみてはいかがでしょうか。バーバリアンだとバッシュとかね、あとはソーサラーだとファイアボルトとかあるんで、結構ここら辺おもろいと思うので、ぜひね基本スキルメタっていうのは、まあ、基本スキルガン上げで、その上に脆弱とか何かが乗って、さらに爆上げみたいな2段階爆上げみたいな、スキルプラス異常状態みたいな感じになってるので、まあ、そういった中で、まあ、結構ねすげえ火力がバッシュとかめっちゃ出てる人もいるしね、結構上のティアではバッシュめっちゃ強かったりするので、ぜひね皆さんもねこのハートシーカー使ってみてはいかがかなという形で、今日はこの辺にしておきたいと思います。で俺ローグ結構初心者だから、もっとこういう使い方とかこういう立ち回りがいいよとかあったらぜひ教えてください。参考にさせていただければと思っておりますっていう感じでですね、 KTR ゲームではサーバースラムの頃からディアブル4の動画やってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価でぜひ応援していただければ幸いです。そんな感じで本日はこの辺にしておきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。